はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、そして明日はメンテビーになりますので更新情報を見ていきたいと思いますが、いつもやってる忘れ物チェックコーナーに関しては、今日この動画の1個前で次回反響の集計日ということもあり、先に動画出させていただいていますので、はい、ガチャだったりイベント等の最終日情報を確認したい方は、まずはそちらの動画からチェックしてみてください。はい、そしてこちらの動画の方では更新情報を一緒に見ていきたいと思いますが、はい、まずは課金情報ということで、はい、参加券パック、大と小が来るってことで仮想の集いきますね。はい、参加券パックに関しては大の方が1万800円、小の方が7000円で、それぞれ2500元歩と2000元歩がもらえて、仮想の集いがガチャで使えるガチャ券50連分と25連分がもらえるということで、大パックの方が1円あたり課金効率 1.34 元法の価値と、小の方が 1.14 と、はい、大の方が圧倒的に課金効率が良く、累計チャージまで含めれば 1.90 元法の価値ということで、2倍チャージにちょっと届かないぐらいですかね。一丁遺跡のおみくじイベントの 80% には勝っているというような位置づけ、はい、となり、なかなか課金先としてはお得になっていますので、はい、明日来る仮想の集いガチャ、欲しいキャラクターがいた場合なんかには、2倍チャージ使い終わってる方は、こちら参加券パック大の方課金するのはありかもしれませんね。はい、そして百花美人、今回は保湿が登場ということで、はい、こちらの百花美人限定ガチャラインナップに今回のモリランマルちゃんの次保湿ちゃん来ますが、まあ、保湿ちゃん奥義的にもそこまで効果が高かったり解放しやすい奥義がないし、まあ、スキル的にもスキル値で影光入りますが、特にこれといって SSR の時点で活躍できるスキルは持っていないので、はい、百花美人の限定ガチャに周期的に来る副将ちゃんの中でも明日来る保湿に関しては、まあ、総合評価 C ランクとおすすめ度としてはかなり低い副将ちゃんになりますので、まあ、絆のちょびだめなんかももしその次来る定法なんかを優先したいのであれば、まあ、しない方がいいかなと思いますね。保湿はかなりゆっくりでいいと思います。さあ、そしてラキスタ。はい、明日は猛角長鳳、北条氏康、松永久秀、孔明が一斉に登場ということで、はい、並びとしてはここのメンツになりますね。はい、今週馬頭たち来てるんですが、また負け戻る形となりました。はい、最近ここがちょっと読めなくなってきましたね。ですが、まあ、このメンツの中でおすすめ副将としては、まず奥義的にはもう、猛角ちゃん、ダントツナンバーワンでおすすめで、はい、SSR2 体だけと組んだ HP が 9% も上がる奥義だったり、はい、なんといってもダメージ反射 8% 上がる奥義にこちらも SSR3 体とラキスタの中でも取得優先順位が高い上杉謙信と組んで解放できていたりと、はい、あと物理防御貫通なんかも地味に大きいやつが UR2 体と SSR2 体で解放できるということで、まあ、奥義超優秀なキャラクターですね。はい、お次が北条氏康ちゃん、はい、こちらも HP 9% と本気値レベかけ30上がる奥義、 UR3 体と SSR1 体で、しかも尊敬があんまり来ないキャラクターなんでやや難しいですが、に絡んでる副将ちゃんプラスさっきの猛角の物理防御貫通プラス260にこの北条氏康も絡んでいるってことで、まあ、猛角の次北条氏康みたいな流れがいいのかなってとこですね。はい、ただ今回のラインナップ、この孔明っていうキャラクターもかなり実は奥義の解放難易度が低い割に効果のまずまずなものがあり、まあ、攻撃力 4% と砲術防御貫通120解放できる奥義1つと砲術回心ダメージ 8% 上がる奥義に絡んでいたりと、特に防止を主力にしてる方ですね、まあ、体力レベルかけ10なんかもありますが、防止の主力で言えば利子なんかを活用されてる方に関してはこちらの奥義猛角の次ぐらいに優先してもいいのかなっていうところですね。はい、防止の方は孔明、はい、であと長鳳ってキャラクターに関しては奥義あんまり優秀ではないんですが、このキャラクターなんといってもスキル1で味方6名に残影3ターン付与して回避率 40% アップさせることができ、味方全体の避け性能をアップすることができるので、まあ、特にその中でもケイちゃんだったりヨウユキといったスキル1で残影状態だった場合攻撃回数が増えるキャラクターっていうのがいたりして、はい、味方の主力の火力アップも場合によってはこのお手軽キャラクターで達成することができるので、ケイ、まあ、ちゃん投与した人なんかは重宝おすすめ度めちゃくちゃ高いですね、スキル的に。はい、で最後松永久秀ですが、激ムズですね、やめときましょう。さあ、そして願い返し、あ、願い返し来ますね。はい、月半ばのお願い返し明日来ますが、こちら桜の木に向かって30元宝、300元宝、3000元宝、3万元宝を投げ込むことで最低でも 1.2 倍、最大では2倍になってその元宝が返ってくるということで、まあ、例えば3万元宝を桜の木に投げ込めば最低でも3万6000元宝、最大では6万元宝になってその元宝が返ってくるというノーリスクハイリターンの神イベントになってますので、はい、このゲームまずは3万元宝までなんとか節約して貯めてこの願い返しに参加できるところまでがチュートリアルになりますので、まあ今ランゼロセカンドシーズンなんかもやってますが、まあ、割と1週間ぐらいで3万元宝ですね、溜まっちゃうぐらいこのゲームの序盤元宝貯めやすくなってますので、まあ、詳しくはランゼロセカンドシーズン1話から見てもらえればどんな風に3万元宝貯めていくのかよくわかると思いますので、はい、必ずこれは3万元宝まで参加できるように基本スタンスとして3万元宝を切るようなことがないようにこのゲームはプレイしてみてください。さあ、そして少女の出会い累計消費。はい、そしてまた明日遊園地スタンプイベント来ますね。はい、こちらのイベントに関しては、はい、この少女の出会いガチャという、はい、混沌素材を集めることができるガチャの特別イベントになっており、まあ普段この混沌素材集めるためのガチャ引きですね。一応素材ドロップ率あるんですが、なかなかシビアで元宝がかかってしまうんですが、外れることも多いんですが、はい、この遊園地スタンプ期間中に関しては、外れたとしても使った元宝の数に応じて、この遊園地スタンプというのをゲットすることができて、で、50個貯めれば遊園地プレゼントと交換することができ、プレゼントの中にはこの混沌素材が入っているということで、
ことで、確率外したとしても混沌素材が集められる、はい、原稿を使った混沌素材を集めるイベントとしては原稿効率めちゃくちゃいいものになってますので、混沌素材集めてる方はこの機会に参加してみるのもありですが、まあ、今次回反響なんかで混沌素材が無料でゲットできたり、まあ、あと各種季節イベントなんかで遊園地プレゼントなんかも無料配布されるようなゲーム環境になってますので、まあ、無備課金の方は無理に参加しなくてもいいかなと私は思いますね。まあ、ペース早めで集めたい人はっていうところでしょうか。さあ、そして羅針盤、はい、星の羅針盤来ますね。はい、こういったガチャになっており、まあ、右上にある星岩石だったり星岩石の絆なんかを原稿を使って集めていって、でその星岩石だったり星岩石の絆を使って、まあ、UR 線だったり UR や SSR の副賞カプセルを交換してゲットできるイベントになってます。はい、これまた明日ガチャに並んだらどんな副賞たちが実装されてるか確認して、おすすめの副賞いるかどうか動画作りますので、まあちょっと明後日になっちゃうかもしれませんが、もう少々お待ちください。はい、ちなみに UR 線のカプセルの中身はもうネタバレしており、スキピオナタ、ご婦人、白友好、太鼓棒と、はい、ことで、はい、この中でナタと白友好と太鼓棒に関してはもう MR アバカしてますが、まあ、特にナタがかなり強いですね、 MR アバターの中では。でなかなか腐りづらい性能のアバになってますんで、ナタ狙うのはいいですが、カプセルガチャは基本ランダムドロップになるので、まあ、その他のキャラクターが当たってしまう可能性もあると考えると、まあ、本当に廃課金とか重課金のプレイヤーさん向けの UR 線カプセルになりますので、基本はおすすめしませんね。 UR 線カプセルは実装されたら動画の方では UR と SSR メインで見ていきますか。さあ、そして仮想の集い、はい、ということで明日来るのはキョイちゃん、真田、雪村、超運、加工派、各家が一斉に登場と。で合わせてウェディングドレスも販売ということで、ドレスも来ますね。はい、ですがまあ個人的にはこの中で今特にこのキャラクターだけはすぐに取っておけっていうような副将ちゃんはいませんね。まあ基本奥義収集目当てで欲しいキャラクターがいればっていうところですね。それでいうと、この仮想の集いガチャ SSR だったり UR のレアリティの頃のこれらのキャラクター絆集めできるんで、まあ奥義でいうと超運の UR なんかがめちゃくちゃ優秀になってますんで、はい、ここら辺の絆ちょびだめなんかは原稿を使ってやるのもありかもしれませんね。さあ、そして風舞費用ということで、祝儀吹きますね。まあ、風舞費用に関しては160円で毎日60原稿と高級育成炭5個、費用の箱1個が7日間毎日もらえるということで、費用の箱の中は炭造石だったり恋文強化石や漬物石や UR 結晶なんかが入ってますが、まあ、この中では恋文だったり UR 結晶あたりなんかが課金効率としてはトップクラスに、はい、このゲームの中でもなってますので、はい、風舞費用かなりおすすめの課金イベントですので、余裕がある方は購入してみてください。さあ、そして水筒巨星、はい、水筒巨星来ますが、こちらのイベントに関しては、はい、こんな感じのイベントになっており、毎日600元宝分の課金、まあ、つまり1200円課金ですね、達成するごとに下にある宝箱が開いていき、で5日目まで課金して箱を開ける、つまり6000円課金すれば、はい、この萌え姫パックという SR の副賞が入っている宝箱を入手することができて、その中でも超春花っていうキャラクターがここでしかゲットできない副賞ちゃんになっていて、まあ、SR なんですが入手機会が本当にない副賞ですが、別に奥義的にもスキル的にもめちゃくちゃ優秀なキャラクターではないので、まあ、このイベントに関しては別で課金する用事があれば勝手に箱開いてきますんで、まあ、特に意識しなくて OK です。はい、そしてセーブの決闘、いいなオトラ、いいなオトラですね。明日 MR アバター実装ということで、はい、今日 UR 線のいいなオトラがガチャ最終日ですが、明日 MR アバターのいいなオトラがまた実装されるってことで、なんで販売したこれ。もともといいなオトラ UR 線も MR もそこまで強いキャラクターじゃないので、現状重廃課金のプレイヤーさんの奥義収集目当てになってしまうっていう意味では、まあ、明日 MR アバターのいいなオトラが並ぶタイミングで、また UR 線のいいなオトラもガチャに並び、なおかつ、まあ、花の水引きだったり特に椿翡翠ですね、UR 線のいいなオトラには使うことができるので、重廃課金の方であれば椿翡翠購入していいなオトラゲットした方が、今のこちらのガチャで普通に回すよりだいぶお得になるはずですので、いやもうこれ完全に罠でしたね。ちょっと今後期間限定割引販売中のキャラクターで MR すでに実装済みのキャラクターは警戒した方がいいですね。まさかの去ってすぐ登場という運びとなりました。はい、そして少女の休日ということで、コジュン、あれこれで終わりですかね、もしかして。あ、なんかお知らせ来てますね。知恵袋閉鎖のお知らせということで、マジでグッジョブですね、これは。今日一番のニュースかもしれない、これは。はい、そして、まあ、この知恵袋ですね。このチャット開くと、左下に毎回あるんですが、これ本当急いでるとき、チャット閉じたいときに、ここタップしちゃって知恵袋、はい、こういう風に入っちゃうことが、たびたびあって、本当に支障があったんですが、はい、早くも閉鎖となりました。いや、これ運営さん、ナイス判断だと思います、私は。こういうの実装するのってコストがかかるんで、なかなかね、すぐには撤退できないのが、まあ、企業の常だと思いますが、なかなか早く判断されたなと、もう下手なアップデより、この撤退素晴らしいなと。
思いました。ついでにここの限定特典の武器強化ギフトなんかも一回撤退して、宝石券メインの新しいアイテムなんか入れてもらえると助かります。いや、これナイスですねものすごいグッドの数、こんなに多いの初めて見たかもしれない。さあ、そして軽微な修正ということで、一部の副将のスキルのテキストを他の副将に合わせて統一いたしましたと。まあ、これは文章が変わるだけなのでゲームプレイには支障がありませんね。で、ヘルプ集において有益状態の読み仮名を追加いたしました。あれ、もうされたんですか？まだされてないですね。明日からされるみたいですね。はい、ということで明日メインになるのは、まあ、羅針盤の中身ぐらいですかね。はい、これ見ていきますか。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。おっす。